皆さん、スザンナのサブチャンネルへようこそ。今日はですね、前回スタンプの押し方をしたんですけど、今日はハンコの押し方についてしてみたいと思います。で、今日押していくハンコなんですけれども、こちらですね。ちょっと適当に買ってきたんですけど、画数の少ない文字と画数の多い文字でちょっと組み合わさってるものを探してきました。で、スタンプのうまく押せない理由っていうのはいくつかあるんですけど、まあ一つにはハンコの問題、それから一つには手肉の問題、そして一番大きいのは押す人の問題ですね。それで構成されています。で、少しずつそれを矯正しながら上手に押していける方法をということをご紹介したいと思います。まずハンコなんですけれども、必ず使う前に、そして使った後はきれいに掃除をしてあげて、ホコリとかが残らないようにしてあげてください。まずこれが一番最初にすることですね。これがハンコの下準備です。それとハンコには必ず、このように必ずではないんですけど、このようにこう印が入っているものが多くあると思います。これは何かというと、これは正面の印ですね。このようにちょっと映るかどうかわからないんですけれども、欠けてる部分、これが正面になります。この部分に、持ち方としては人差し指を当てます。で、それを持ち方を人差し指を当てることによって正面に押しやすくするんですけど、これがちょっとできてない方も多いのかなという気がします。それともう一つ、手肉の問題ですね。手肉っていうのは、インクが多すぎてもダメだし、少なすぎてもダメ。ちょっとあんまり押しにくく、自分にできるよっていうのがあって、それは人それぞれ違うと思うので、一概に言えないんですけど、自分にとってちょっと多すぎるな、少なすぎる、多すぎるなっていう時は、インクの量を調整していただいて、少なすぎるなという時は、少しインクを補充してあげるといいと思います。で、ちょっとこれ買ったのは違うものかもしれないんですけど、補充インク浸透印用ということで、浸透印用を買ったんですけど、まあこれに少し垂らしましたけど問題なく使えましたので、それでもこういうものも売ってますので、手肉が使いにくいなと思ったら、例えばこういうハンコケースですね、小さなハンコケースの場合は特に手肉がなくなりやすいので、そこに少し足してあげるだけで使い勝手がすごく良くなります。はい、では早速ちょっとやっていきたいと思います。まずうまく押せない人のポイントとして、どういうものが挙げられるかと言いますと、ちゃんと押せないという人、それから歪むという人、そして滲んだり、ダブついたり、そしてもう一つは、ちょっと綺麗に押しちゃったな。そういうつもりじゃなかったんですけど、こっちでこれしようかな、もう一度。これも綺麗に乗せるな。この中が滲んだりっていうことですね。この中のこの部分がこうちょっと たっぷりつきすぎたりということです。で、これらには全て原因があります。その原因についてお話ししますね。ちょっとまず先にハンコを綺麗にします。失敗した時は綺麗にハンコをしてからもう一度取り組むといいと思います。はい、まずポイントとして、一番簡単にできるポイントは、もしハンコマットがある方は、スタンプ台ですね、ハンコマットを使ってください。ない方はこのように何枚も紙を重ねたもの、あるいはそれがない場合には、ちょっと待ってね、ノートでも何でもいいので台になるものをご準備ください。これだけですごく変わります。こういうふわふわとした柔らかいものは基本的には向きません。割と固めのしっかりしたものだけど、まっすぐ台が取れるもの、これが重要になります。で、続いて
インクの付け方なんですけれども、ちょっと綺麗に先にしますね。結構こう綺麗にするとかいうのは大事な作業なんですよね。で、銀行に行くと、あの銀行の窓口の女性の社員さんが代わりにハンコを押してくださる時があるので、その時にどんな風に押してるのかをよく見ておかれるといいと思います。で、まず最初、かすれる原因、この一つ目ですね。このかすれる原因は何かと言いますと、主肉の量が足りない、あるいは慌てている方です。ここは中までは入らないけれども、割とたっぷりと主肉がつくように主肉をきっちりと乗せてあげます。続いて2つ目、歪むのは先ほどもお話ししましたけれど、この正面に人差し指、この小泉さんっていうのは真ん中に線が通ってるんで分かりやすいんですね、はい、ここに真正面に指が来るように持ちます。で、親指と人差し指、あの中指は人差し指で真ん中を押さえて、親指と中指でバランスを取ってあげる。そして人差し指を真正面、体の向こう側にするとまっすぐ押せます。はい、続いて3つ目ですね。ずれたりするのはどういう時かというと、押してから動かしている時です。一度押したら離すまで動かしてはいけません。で、インクが乗ったら人差し指と親指と中指で持ってまっすぐ押すときに、まあ、ここにガイド線があるので、このガイド線に合わせて、はい、人差し指を合わせます。で、その時にこの間のスタンプと一緒ですね、まっすぐ真上から押します。で、今度スタンプと違うところがありまして、それは何かというと、押した後ゆっくり押しながら、ちょっとこう360度端を、ま、あのぐるぐるっと体重移動させるんです。で、ゆっくりと外します。すると綺麗に押すことができます。この体重移動することによって枠が綺麗に入らない問題ですね。これとか枠が綺麗に入っていませんね。それを解消することができます。もう一度、ちゃんとしっかりとインクを乗せたら、人差し指と親指と中指でしっかりと握ります。で、その時に人差し指およびこの手のここの部分ですね、この部分にハンコが来るようにして、人差し指と親指と中指で持ちます。持ったら、大体こういう風に持ってる方が多いですね、銀行の方で。人差し指を真正面、向こう側に真正面に、こっち向きに人差し指のこのここ関節ですね、関節が向こうに向くようにします。この時まっすぐしてすることですね、はい、で、まっすぐ下ろします。下ろした後はギュッと手全体で下に押し下げます。そして軽くですよ、ここで失敗するとずれちゃうので、軽くハンコは動かさずに体重だけ、このように、わかりますか、こうゆっくりゆっくり体重が移動しているのが、こう円を描くように体重を乗せます。その時ハンコは決して動かしていません。ずっと置いたままですね。今度さ、続いて横から取ってみますね。はい、すると押せます。続いてね、ちゃんと押せるかどうかわかんないんですけど、ちょっと横からやってみたいと思います。今主肉に押していますけど、まだちょっと掃除をしてないので、にじんだ場合は申し訳ないんですけども、こんな感じですね。人差し指と親指と中指でしっかり持ちます。で、まあ、できれば小指でバランスをとって押すところまではガイドをします。押さえます。ゆっくり押さえたら、
小さく体重移動を繰り返します。くるっと丸く書くようにしましょう。でゆっくり外します。はい、押せましたね。これですね、押し方のポイントですね。まあこのように台があるから綺麗に押せるんであって、台がないただの白い紙だと綺麗に押せないと思われるかもしれません。で、場合によってはどうしても何もない時があるかもしれません。で、できればふわふわのところはやめてください。で、ふわふわのところではできないので、必ず台を敷くなどしてふわふわとしないようにしてください。基本的には硬いところが向いています。硬いけれどもある程度少しクッションが必要です。で、柔らかいクッションではなく比較的硬めのクッションだけどカチカチじゃないクッションが必要になります。じゃあどうしてもこのような紙1枚板の上、まあ、これはガラスですけど、こういうところで押さなきゃならないときはどうしたらいいか。先ほどよりは少し多めに朱肉をつけてあげましょう。で、ついたら先ほどと同じですね、また紙の上に押します。で、今回は体重移動すると下が硬いのでずれる可能性があるので、何もせずにそのままゆっくりこう上下に押して体重をかけたまま動かしません。で、ゆっくり待ってあげてください。ゆっくり待ってゆっくり下ろすと比較的綺麗につくことができます。ちょっと汚れたので一度掃除して、もう一度で使ったら必ず拭き取りましょう。もう一度してみますね。朱肉をつけたら親指と中指と人差し指で持って、で、ここに印がない方は分かるようにちょっと目印のシールか何かをつけておいてあげるといいと思います。マジックでも何でもいいのでつけましょう。で、一度押さえたら絶対に動かしません。で、ゆっくりと待ちます。するとこのようなガラスのところでもちゃんと押すことができます。で、なぜ動かしちゃダメかというと、こうやった時に体重移動をするとどうなるかというと、こうなるんですね。だから絶対にしてはいけません。こちらでは体重移動しても押さえ込んで受けてくれるクッションがあるのでうまくいきます。もう一度してみますよ。押した後体重移動をかけても綺麗に映るのは、ここで紙の中にハンコがしっかりと食い込んでるからですね。で、なので硬い紙とスタンプ台とかの上とでは押すコツが違うので、それも覚えておかれるといいと思います。このような何もない硬いところで押すときはインクはたっぷり、そして絶対に動かさずゆっくり待つということです。仮にもしたくさんインクがこの中に入ったとしても、この紙自体はとても平面のところにあるので、その中までインクが入ってくることがないので、なんかにじんだりっていうことは少ないと思います。で、終わったら必ず拭いてあげましょう。はい、それだけですね。ハンコそれだけで結構上手に押せると思うので、今までとても苦手だった方はだわっていう方はそれを試してもらえたらいいかなと思います。揺れたわ。あともう一つ、枠の中に押せないという方がいらっしゃると思うんですよね。そういう場合はどうしたらいいか、ちょっとやっときましょうか。ちょっと中もたっぷり入ったけど、入ったな、入りすぎたなという時はやり直す。必ずこのハンコの中を見て、必ず確認してからしましょう。で、こういう朱肉も100均で売ってるので家に置いとかれるといいですね。
はい、印の中に入れる場合、印の中に入れにくい場合はちょっとこう手をこのような形にして端で合わせてあげます。端で位置を入れたらまっすぐと起こします。まっすぐ起こしたらそのまま待ちます。そしてぐるぐる体重移動して外すとちゃんと枠の中に押すことができます。枠の中に入れたいときは斜めからまず置く、押すですね。それだけですね。押すことができます。で、このこちらですね、先ほども言いましたけど、滑りやすい髪の時は少し注意が必要です。ずれないようにゆっくりとしましょう。たっぷりと朱肉をつけて、はい、もうギリギリ平面かなというところで、この場合は真上から見てもいいです。あ、これで枠の中に収まったなというふうに少し 2,3 ミリ浮かせた状態で、2,3 ミリ浮かせた状態で穴の中に入ってるかというのを確認しながら、真上から見て入っているのを確認して押したら動かさずに待ちます。ちょっとずれたんですけど、今つるっとこう髪がこう動いていくので、その時に髪が動かないように手で押さえておくといいですね。私はあんまりこういう1枚でね押すことはないんですよ。やっぱり怖いので、こう台の上の方がいいので必ず台を探すんですけど、もうどうしようもない時とかもあると思うので、そういう時はちょっと私も今あえて練習ということで手で押さえます。動かないようにします。そして穴の中に入っているかギリギリ 2,3 ミリ少し上で確認をして、押さえた後は動かしません。ゆっくり待ちましょう。はい、押すことができますということですね。はい、で終わったら必ず拭いておきます。インクが残っているとホコリがつく原因ともなるので、必ずきれいに拭き取っておきます。まあ、こんな感じで少しコツが分かれば誰でも上手にハンコが押せますので、よかったらお試しください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Thank you.